校庭をランニングするふりして見るわけですよ、女子のそのなんか、はーいってやってるところをね、あ、今ちらっと見えた。ラジオネーム、かっこ呼び捨て希望、強ポンヌの犬、パピコさん、松岡さん、井口さん、内山さん、あ、新しいの来ましたよ。え？虹ラジは。虹ラジは。私はアニメで虹色デイズを知り、原作をまとめ買いして、はい、今では虹色デイズの大ファンです。嬉しい。こんな青春をしたかったなと思いながら楽しく見ています。はい、話は変わりますが、はい、学生時代、うん、私はバスケ部の試合を見るのが大好きでした。なぜなら、うん、シュートをするたびに男子生徒の腹チラが見られるからです。一瞬だけチラッと見えるのがたまらないんです。なのでよく体育館に通い、腹チラを見るたびにキュンキュンしていました、皆さんは学生時代にドキドキキュンキュンした健全エピソードはありますか？ちょっとパピコ、全然健全じゃないよねこれ。パピコなんだそれ。狙うところがマニアックですねこれ。ドインランじゃないですか。いやいや、インランは言い過ぎですけど。腹チラだよ。いやいや、まあ、ね、だって俺が、はい、いや高校の頃、はい、女バスの練習見て、はい、腹チラがとか言ったらド変態ですね。逮捕の可能性ありますね。いやいや、まあ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 、学生ですからセーフですけれども。セーフなの？まあでも逆に言うとね、女子もこういう感覚あるんだと思って。ああ、まあ男子のいろんな、ほら男子だったらさ、例えばさ、こうプールの時間に女子のこのプールを覗いてバカーみたいなとか、あとなんかテニス部の、はあ、テニス部ってなんであんなにさ、あのスカート短いんだよ。あ、そうだっけ。そう、あんま覚えてないわ。スコートっていうの、なんていうの、あれがもう店パンみたいな履き、もうなんかちらつかせ、ミニスカート、もう血気盛んなというか、なんていうのかな、もう本当にこう思春期の男子からしたらもう刺激強すぎるじゃん。どうだったかね。だからもう本当に、例えばね、もう外の部活動の男とかやっぱりこう校庭をランニングするふりして見るわけですよ、女子のそのなんか、はーいってやってるところをね、あ、今ちらっと見えたっていうので、はい、楽しみにしてた節はある。はー、俺ね、高校の時、私服の学校だったから基本的に。バカ野郎。だから体育の時とかも、思い思いの格好しかみんなしないから。適当なジャージとか、T シャツとか。本当にありえません。だから、あれっていうのがね、だからそこがちょっと重ならないんだよね。これもう失敗ですね。失敗ですか？もう私服の学校を選んだ時代で失敗です。なんで失敗なの？いやもうだって制服って、いいよね。はい。はい。そんな無理して、無理して、江口くんに無理して同意することはない。今無理してないだろ、別に。絶妙な間があったもん。間がない。松岡くんいい人だから。今は尺調整でちゃんと詰めてる。違う、ちゃんと今の反映するから。やめなさいよ、そういう微妙な間とかを作るの。微妙な間あったもん。やめなさい。視線がこう、なんか、入って言えよ感をちょっと今、出した。いや、でも本当、まあまあね、僕、学生服とかあんま興味ないですけど、はい、あの、大人の職業の制服は好きですよ。大人の職業の制服の大人の職業っていうのはどういった職業なのかな。例えばその、はい、OL さんとかいるじゃないですか。 OL さん、ね、OL さんで、うん、僕もう昔からこれ言ってるんですけど、うん、タイトスカートが好きで。いいですね。タイトスカートのスーツ姿ってなんかすごいいいなって思うんですよね。なんかこう、あ、なんか普通にこう街中歩いていても、うん、すれ違ったりするじゃないですか、うん、すれ違ったり信号待ちしてても、うんうん、これは見ちゃいけないなって思う。何でしょう、意識すぎでしょう。だから今天を仰ぎましたけどね。まあでもね、そういう、確かに僕も好きだから、うん、丸の内とかたまらないんですよ。丸の内 OL っていう響き。丸の内でも響きだけでいいですけど。上京してきた時のその東京駅のワクワク感半端なかったよ。いろんななんかでも場所によってなんか美人さんが多そうな雰囲気の場所ってあるよね。そうなのよ、うん、たまらないですね。ニコタマとか。あ、ニコタマ。ニコタマ自由が丘。自由が丘言ってるだけで。たまらないですね。いいですね。